はいどうも、アバンティとゼロとリコとソラです。今日で2022年も終わりです。2022年も終わりです。終わりです。今日がアバンティーズ今年ラストの動画となっておるんですけども、はい、ラストにふさわしい動画を撮りました。これ大変な思いして、ね、撮ったので、はい、聞いてくれたらなと思います。はい、再現度で言うと、とても高い再現度になってるのではないでしょうかと。 VFX かなんか分かるんですけど物が燃える瞬間になっちゃうから見えるのかなって。それじゃあ聞いてください。エイトさんで香水。夜中にいきなりさ、いつ会ってるのって LINE。 君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮った。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせて、もう何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど普通にいられると思い出す。君のドルチェ&カッパナのその香水のせいだよ。でも鳴らしてんじゃん。何もなくても楽しかった頃に戻りたいとかは思わないけど君の目を見ると思う。別に君を求めてないけどここにいられると思い出す。君のドルチェ&カッパナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同じことを繰り返して僕が生まれるんだ。髪燃やしてる。髪燃やしてる。